こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、東京都なんですけども、外国人の起業家さんに無担保無利子で1500万貸す、返済期間10年、つまり年間で150万返せばいいということですけども、これ10年経ったら国に帰るだけじゃないですかね。これ何を考えてるんですかね。こんな甘々ぬるぬるな制度をね、使って日本から外国にお金をどんどん流そうとしてる、この真意を確かめたいと、思うわけなんですよね。まあ確かに本事業の支援を受けるにあたり、東京都において事業計画の認定を受けることが必要ですって書いてますけども、ここがブラックボックスなんですよ。バンバン通すんじゃないですか。その辺をちょっと確かめたくって、お問い合わせ先、本事業に関すること、事業計画の認定以外、産業労働局金融部金融課というところにね、お電話を差し上げたいと思います。じゃあちょっと電話させてもらいます。電話に電話ということじゃないですか、これは。なんか問い合わせを拒否られてるんでしょうか、一体。ちょっと分かりませんね、これはね。はい、じゃあ電話出られないんで、ちょっと別のところにかけてみましょう。次はですね、事業計画の認定に関することということで、政策企画局戦略事業部戦略事業課という大層なところがありますので、こちらの方にかけてみようかと思います。はい、じゃあね、こちらの方にかけてみて、産業労働局金融課が出ないんだということから始めていこうかと思います。こんにちは、どうもお世話になります。お忙しいところ大変恐縮でございます。私、広島で観光事業を営んでおります久保というものでございます。お世話になります。実は私のですね、コンサルタント先で東京で事業をしたいという外国人の方がいらっしゃって、この度ね、ちょっと信じられないことなんだけどっていうふうに相談いただいたんで、私がちょっと日本語がね、あんまり上手な方じゃないんで、私が代わりにお問い合わせをさせてもらってるんですよ。それでですね、ありがとうございます、すいません。それでですね、先ほど該当と思われる産業労働局金融部金融課の方に何度かお電話を差し上げたんですけども、これがね、一向に出られないので、同じホームページお問い合わせ上にある、すいません、政策企画局というところですか、もしかしたらお門違いかもしれないんですけども、本当にこんな無利子無担保で1500万円も外国人というだけで貸してくれる制度があるのかってことをね、確認したかったんですけども。はい、はい、はい、そうですね、その通りです、まさに。いろいろな条件がございまして、はい、はい、まず我々の政策企画局の方で事業計画の認定を受ける必要がございます。まあ当然ですよね、はい、はい、で、日本国内において創業した日から5年未満である必要がございます。はい、はい、で、事業活動の制限を受けてない在留資格を有している必要があります。はい、はい、で、東京都内に本店または主たる事務所を置く法人の代表者である必要がございます。はい、はい、で、ビジネスコンシェルジュ東京の方で作成支援を行っておりますので、はい、そちらの方で、確認といいますかね、はい、
どういった事業なのかであるか、あるとか、はい、あと、まあ、実際にお金を借りたいという方がですね、はい、どういったあの方なのかっていうのの確認を行っております。はい、はい、でそれで事業計画が認定されましたら、はい、その認定証を持ってあの外国人企業家の資金調達支援事業を実施している統括支援機関というところに支援の申し込みをすることができるようになります。はい、はい、はい、で、まあ、あのそこでも支援対象者に当てはまるっていう確認が取れましたら、はい、あの支援が始まるわけですけれども、はい、その後もですね、実際に融資を受けられるかどうかというのは金融機関が判断をすることになりますので、はいはい、事業計画認定を受けていたり、はい、あの事業の支援対象者に当てはまるからといって必ずしも融資が受けられる、はい、1500万円借りられる、うん、というわけではございません。はい、はい、あの実際の判断についても金融機関が、まあ、独自 の, その金融機関の判断で審査することになりますので、はい、まあ、あの一般的にこう返済能力があるか、はい、あとですね、あと事業の継続性があるかだとか、はい、そういうところをですね、あの確認をした上で、はい、あのお貸しするというものになります。ほうほう、はい、なのでですね、あの、まあ、外国人だからお金を借りられるっていうわけではなくてですね、あの対象者に当てはまるかだとか審査だとか、はい、そういったものがある事業になります。あ、丁寧にありがとうございます。まあ、当然そういうことで審査は二重三重にあると思いますけども、これ無利子無担保っていうところがちょっとね、返済能力があるかないかっていうところとあまり被らない気がするんですけども、これ実際は資産の確認をされるってことなんですかね。はい、なるほどね。はい、あのどういった資産をお持ちかっていうところは、まあ、一般的に確認する事項と思いますので、はいはい、そういったところは通常と変わらないのではないかと思います。うん、あ、それじゃあ、よくこうね、これだけ聞いたら、おい、また外国人に優遇するのか、何やってんだ小池はみたいなこととは違うってことですよね。あ、そうですね、こういったご意見もいただいてはいるんですけれども、ママ、うん、はい、と行こう。ママと君、ママのとこ行こう。はい、それだけ確認できれば十分です。はい、きっちりと事業作成をさせようかと思います。ありがとうございます。はい、はい、どうも恐れ入ります。丁寧に、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。ということでね、ちゃんとまともにやってますよこれは。あの風評だけで判断しない方がいいですね。いってらっしゃい。